はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2021年11月前半の星の解説とタロットリーディングをしたいと思います。星の方はですね、3ヶ月分まとめて解説した動画がありますので、年末までの動きをお知りになりたい方はいつでもそちらの動画をご覧ください。概要欄に貼っておきます。はい、今回は11月前半ということなんですが、11月前半の双子座さんはとにかくですね、コツコツとした努力が報われる時です。健康管理もいいですし、日常生活の、お仕事とか義務をきちんとこなしていける時になります。全体的に11月っていうのはこう妨害が少なくて、自分が頑張ったら頑張った分だけ進んでいけるような時なんですけれども、双子座の皆さんにとってはその日常生活っていうところに光が当たってるので、日々自分がどんな役割を担って日常をこなしているのかなとか、どんなふうにこう毎日を過ごしているかなっていうところを改善したり、そこを見ていくのにとってもいいんですね。でなので、人によっては健康に気を使って体にいい食事始めましたっていう方もいらっしゃると思いますし、または時間の使い方を変えたりとか、または働き方を変えたりとか、で特にその働き方でもこの一大イベントみたいなこう仕事をバーンとするというよりは、普段は手をつけないような細々した仕事とか雑務とか裏方とか誰かのサポートとか、そういったことをコツコツやっていって、それがまたすごく整う時なんですね。ですので仕事運は比較的いい時っていうふうに言えます。雑務は多いけどちゃんとこなせる時っていうふうに言えます。普段以上になんかこなせる感じですかね。もう一つですね、ちょっとエネルギー的にこう10月の末から火星という戦いの星とか、またはバイタリティとか切り開いていくっていうエネルギーも同時に日常生活のところに入ってくるので、これはプラスに生かすと何かすごく健康維持のために運動するとか、なんか頑張って自分と生活を整えるっていうことが可能になるんですね。普段はできないようなこともできるっていうことなんですけど、マイナスに出ると同僚とかにイライラしたりとか、または会社の中で若干ちょっとそういういざこざがあったりとかっていうのが起こりやすい時なので、これはぜひ自分の意識で自分の生活を変えられる、自分の行動を変えられるので、自分にとってプラスになる行動にこのエネルギーを使ってください。こんなになんか日常を整えられるよねっていう、何か自分のために努力できるよねっていう時に、もし自分がダラダラしたりとか、別にダラダラしてもいいんですよ、ダラダラしてとか何も自分にとって肯定的なことをしなかったら、なんか日常生活のいろんなところになんかイライラしたり、せかせかして足ぶつけたりとか、なんかそういうふうにも出たりしやすいので、こういうエネルギーが高まってる時、自分が何かをやっていくっていうエネルギーが高まってる時っていうのは、自分のためになることをやるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。もう一つ、11月5日が新月なんですけど、この新月もですね、その生活を整えるとか、何か基盤を作るとか、決め事をする、自分との約束をなんかここで決めて、じゃあそれを日常こなしていこうみたいにするとできやすい時なので、そんな風に生かしてもらったらいいかなと思います。日常のことってあんまりこう面白くなかったりするんですけど例えば私もちょっと早起きしてみようかなとかって、この1ヶ月早起きしてみようかなとか思っても、別に早起きして今いいこといっぱいあるんだけど、でもゆっくり寝たいなとか、別になんか面倒くさいなとか思うこと多々あるんですけれど、もしその決め事を11月5日とかにして、それがちゃんとできた時って自分への信頼って増すんですよね。なんかやろうと思ったらできるみたいな感覚とか、なんかいざとなったら頑張れるみたいな、そういう自分の自信にもつながったりするので、日常のこのコツコツしたエネルギーってすごいこう力になるんです。いざっていう時に、継続は力なりっていうように、それを今自分が使いこなせる時と思って、日常のあらゆることに生かしてみてください。はい、ということで、それを踏まえた上でちょっとタロットも見させてください。双子座さんはその器用な方が多いので、もともとあれしながらこれするっていうのができる時なんですけど、ということは普段の仕事のなんか倍ぐらい同時にこなせたりとかするかもしれないですね。あれしながらこれするっていうのがさらにバージョンアップするかもしれないですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。11月前半です。ワンドの2の逆、ソード6逆、カップエース、ペンタクス4逆、ペンタクス6逆、ワンド10の逆と運命の輪です。ワンドの7の逆と死神の逆と、オラクルはワンドの4です。
うん、どうしよっかなって思ってることを一つ手放してすごくそこから楽になるみたいですね。まあさっき私双子さん器用だからいろんなものを同時進行でやるんじゃないですかって言っちゃったんですけど、カードで見ると自分の中で道を選ぶっていう時期にもあるみたいで、そのどちらを選ぶかなんですけれども、なんか一瞬なんか自分が間違った方を選んじゃったのかなってもし思ったとしても、まあ、それで正解ですよっていうふうに結果になるので、その過程はあまり心配せず進んでほしいなっていうことと、まずまあ相対的にオラクルがワンドの4なんですよね。でこのワンドの4っていうのはいろんなカードのデッキによって描かれ方は違うんですけど、これはすごい月桂樹を見るかな、月桂樹をこう掲げて意気揚々と後ろに向かって進んでるっていう感じなので、道があるわけですね。そこにもう幸せの道がそこにあって、それをしっかりと歩んでいってるっていうカードなので何の心配もないんです。安定してるんです。ですからこの11月前半は基本は安定してやっていけますよっていうことなんですね。まあ、たださらにもう少し質を上げようと思ったら、自分が無理して抱えていたものを手放すことによってものすごいなんかいい流れに乗るっていう感じがしたんです。まあこの、まあ、例えばちょっと前にカップのエースが出てたってことは、自分なりにすごく何でしょうね、10月楽しかったとか、自分が思ってることできたとか、まあ、逆にチャンスが来てどうしようかなって考えさせられたとか、いろいろあったかもしれないんですけど、その中で自分が何かにこだわって止まってしまっていたこと、何にこだわって止まってたのかは人それぞれだったと思うんですけど、その自分が止まってしまっていたことをようやくここでもう自分の損得とかもういいやっていうことで何かこう手放すことによって、なんか本当の道が見えてきたみたいなね、そんな感じがあるんです。例えばこの対策のところでもワンドロ7の逆なんですけど、ワンドロ7っていうのは実際は立場がいいとか優位な立場なんですけど、でも実はギリギリのところで頑張ってるっていうところで、それをまあやめるっていうかね、もう立場を守るのはやめるっていう、そうすると再生なんですよね。一つのことが終わって新しくなるっていうのもあるし、これもなんかもう手放すっていうふうになってますし、これも無理してバランスを保つのをやめる、いい人の顔をするのやめるみたいなのもいいですよ。例えばね、でその後またここでもね、頑張って抱えているみたいなものを手放すっていうのがあるので、なんかもう手放す手放す手放すって感じがあって、え、何を手放すんですかみたいな、よかったですねっていう感じなんです。でその後運命の輪で、あ、もうベストタイミングで自分が決めた後にちゃんと道ができた、やっぱこれでよかったみたいなことがあるということなんですね。だからとっても楽しみ。ただこの障害のところがね、ソードの6の逆なので、一見うまく進んでないように見えるかもしれないけど、でも後でよかったよっていうことになるので、その最初に決めた決め事がもしその通りじゃなかったとか、そうやめとけばよかったって思っても、後でちゃんと良くなるよっていうことですね。何を手放すかなんですけど、まあ、私一つ思ったのは、いい顔するのをやめる世の中的にはね、いい顔した方がうまくいきやすいと思うんですけど、ただもう皆さんね、精神的な成長をしていかれてる方ばっかりだと思うので、この動画を見てくださってる方は無理して人に合わせたり、いい顔しすぎて自分を殺すというのはもうやめるっていう流れになっていくと思うんですね。本当の自分で生きるっていうのが、まあこれからの時代の流れですから、で本当の自分で生きる結果、必ずそこには調和が生まれるはずなんですよね。それなので自分がこれがないと生きていけないと思っていたものとか、抱えていたもの、絶対こうしなきゃいけないんだと思ってたものを思い切って頑張って捨ててみて、やることも随分ともう手放してみて、もういいやってなった時に新しい道が見えるし、本当にこれでよかったみたいな、もうまさにこれは奇跡だっていうぐらいのいいタイミングで何かが起きそうな気がするので、まあ双子座の皆さんは来年も仕事もめちゃめちゃいいですし、言ってみたら道はもう全然いい、もう後ろに向かって進んでいってるので、その点安心して日常のことをこなしてみてください。そして今自分がどんな価値を持ってて、どういう生活のね、基準があるかとか、まあそういうのを見てみるのもいい時だと思います。はい、そして生活整えて豊かな時間をたくさん感じられるといいですね。はい、ということで今回はここまでにしときましょうかね。はいということで、次回は11月15日ぐらいにまた後半のリーディングしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もし何かあったら教えてください、コメントの方で。ありがとうございます。失礼します。